は67ページについてお話しましょう。人は生まれた時から満たされた状態から不満足の状態に行くということが書かれていますよね。これをよく知っておいてください。あなたに何かの不満があったとしても、それは決して親のせいや環境のせいではないということです。この物理次元というものが必ず不満足を感じさせる場所なんです。例えば皆さんが今、ケーキ屋さんにいると思ってください。ケーキがたくさん並んでいますね。これは空想です。そしてこのケーキは、あなたはお金を使わずにいくらでも食べられるんです。そしていくら食べてもお腹がいっぱいにはならないので、ある意味あなたは無限に食べられるということです。空想というものはこういうものです。あなたは毎晩必ず夢の中に戻り、こんな空想をしているんですよ。それを覚えていようがいまいが、あなたはこの状態にいます。そして起きると実際にはケーキは高いし、なかなか食べられないし、食べると太るかもしれないし、もしかすると体に悪いかもしれません。そんなことを考えていると、結局ケーキをなかなか食べられないという不満足な状態になりますから、夢と比べると現実は常に不満足が生じる場所なんです。それを知らずに、これは親が十分にお金を持っていないせいだというふうに考えるのはとてもバカバカしいですよね。ということで、自分の不満足は誰のせいでもなく、物理次元に生きているということのせいです。だからといって、この世界に生きるのは間違いだ、下脱しなければという考えも間違っています。というのは、空想の世界では本当は満足感がないからです。いくら食べてもお腹を満たすということがないので、それがつまらないから、あなたはこの物理次元にいるんですよ。ということで、不満足があるからこそ本当の満足を感じることができるというこのメリットのために、あなたはこの物理次元にいます。ということで、不満足感というものをダメなものとせず、それを糧に満足の方に向かう、これが面白いんですよ。ではまた次回。